この度のりさんが卒業ということになりました。ほんまや。リアクションがイエーイイエーイ。今までの流れやったらイエーイ。ほんまのやつは初めて言った瞬間変な感じがする。お電話することになりました。拍手なのかな。わからんわからん。まあいつも通り僕らのいつもの感じみたいな感じで始まったんですけど、はい、で今回本当にのりさんが卒業することになりました。はい、はい、まさか本当が来る。たまには本当出していかないと。こんな感じになってるけど全然そんなことでは全くなく、だからこんな感じで多分ふざけてるんですよ。なめさん取るもんな。もうなんならもうお酒も用意してるんで。ノリさんがお話があるということで、もともと歌が、やりたいけどこの YouTube 始めたんですけど、多分見てる方からすれば僕とね、まあ、セイが歌を途中でやってくれて SC でももう7曲ガンガンいったね、ガンガンだ。すごいよ。作るってこともできて、まあ自分の中で、まあ、歌ができてるなって感じはあったんですけど、自分のやっぱ夢っていうのが歌手、自分の歌とかを作ってやっていくっていう形なんですけど、まあそれを中心的にやると、今このめちゃめちゃね ST スタジオこうやってめちゃめちゃ爆発的な人気が出てるわけじゃないですか。うん、まあまあ爆発的じゃないですけど、まあ大きくはなってます。もうそういうことなんですね。成長してます。やっぱそうなってきて歌を中心的にやるってなると活動がちょっと厳しい、 ST スタジオにこう迷惑かかってしまうっていうことになって、でも俺は夢が諦められなくて、まあ正義とか、まあ、メンバーに相談したところ、まあ俺の気持ち夢とかを、大切にしてくれて、そういうことなら卒業っていう形で、いいんじゃないかってみんなが本当に言ってくれて、結果的にこの俺のわがままを聞いてくれました。自然と大丈夫だよ。聞いてくれたんだよね。ちょっとやっぱりね、俺は歌を本気でやりたいと、いや本当に本気でやりたくて、修行をこれからしようかなと。修行、修行、そう、一旦ちょっと離れてお寺に行ってくるかって感じ。えお寺に行くみたいな感じ。じゃあ、じゃあ、真面目な話してる。修行としてね、ちょっと一旦 YouTube の世界から消えて、うん、ちょっと修行をしようかなと思ってます。なるほど、なるほど。皆さん、応援の方よろしくお願いします。お頑張って、ね、頑張ってね、頑張って頑張って3ヶ月修行して立派なモノマネ芸人になれる。モノマネ芸人だよ。それで俺許したんだけど、それで許したの。お前結構なんかわだかまりできちゃった。変なところでわだかまりできちゃった。乾杯温度はやっぱりね、いやもうノリさんでしょ。そうでしょ。いやもう大気だね。ええー、ノリのね歌手応援団として。応援団、応援団。一発言っときますか。言っときます。言っときましょうよ。ノリさん頑張ってー。ノリさん頑張ってー。何やこれ。俺失敗するで。いやーなんか本当になんかねこういうラフな感じ。いやもう重くなるのはねもうやだってみんな話してたんで。鬱陶しいからそれは。口悪いよお前。いやいいじゃん、やっぱこういう感じで来たじゃんやっぱり。普通に何にせよファンの方を一番大切にしてきたグループじゃないですか。いや本当にそうです、ね。まあこれからも変わらないですけど、うん、まあそれがゆえに一番ファンの人が悲しまない方法を選択した結果こうなったと、うんうんうん、そうですね。もちろん皆さんが心配しなくてもね、ノリさんは別に一切 ST スタジオが消えるっていう話じゃないです。いやそりゃそうですよ。はい、もちろんイベント歌のイベントも、むしろノリとの曲が今のところ全部ですので、はい、まあライブイベントでやるってなった場合もちろんノリには来てもらいますし、おまあ DJ とかバーとかまあいろんなイベント ST やってきましたので、それももちろんちゃんとそれはもう遊びに来てくれます。もっと ST それは行きますよ。もう多忙だったらいかんけどね。多忙やったらね。新メンバーとして入ったのがノリと大輝とタツキでして、そうだね、約2年、ちょうど2年前に、3年前ぐらい、ちょうど2年、
50… だからボケてた。そうだ、ボケてたとかやめて。ボケた。ボケと、あの変なボケのせいで変なボケ。まあ2年と多分ちょっとですね。はい、まあでも、いや、お友達期間あるから俺。あ、なるほど。2年半。2年半。なんなら3年弱。ノリだけ。3年半。3年弱になる。初めての撮影日でね、あの車で深夜ドライブして、ね、はい、車に手形作って心霊現象いきなり起きましたからね。そうだ、あれ、その動画は多分今のメインチャンネルでもあるからね。まあまあまあ、ちょっと思い出の話したらもう長すぎますからね。はいはい、花咲かせろ。花咲かせんかい。まあそれがまあイベントに来てもらった時にみんなのイベントで話せばいいですからね。まずはまあ、ノリさんの思い出を聞こうじゃないですか。おー、あー、そうですね。一番の思い出いいっすか。家帰ったら、恭平が胸毛剃ってた。なんでそれ。いいの、いいの、これで僕の長さが出た。2年間それだけなんだよ。お前ヤフオクとかを経験して、なんでこういったの。おかしいやん。一番笑ったらおもろかった。めっちゃ嬉しそうでしょ。一番の思い出はやっぱりあれじゃないですか。やっぱ福岡ドームになるのかな。ヤフオクドーム、とんでもない経験。まあなります。あとは第2回なんになっちゃうんだけど、初のなんかライブ、本当のなんかライブイベントで、一発目お客さんが来ていただいた、あの200弱ぐらいのあのライブイベント、めっちゃ楽しかった。渋谷ギャレットかな。ギャレットギャレットピラメディアのやった時かな。ちげえだろ、ズックルだろ。一発目のズックルと夢のまた夢の最初の時。ああ、夢のまた夢ってか、その時ズックルなかったんだ。ないと思う。夢のまた夢だけで。そうだ、俺たちガッチガチに緊張してる。あ、そうだ、だってずっと来る大阪が初だ。そうだそうだそうだ。だから夢のまた夢ちょっとアレンジしたんだよ。すげえライブ。いや、アレンジか。アレンジだろ。でもあれは変わってなくて、忘れていたみたいな、あの歌い方の曲をめちゃめちゃ緊張しながら歌った。やばいよ。めっちゃ声出して練習した。楽屋で。覚えたね。してたわ。してたね。一曲だけだ。それが今や。7曲。半端ないね。ツアーじゃないんだよ。いや、この福岡のツアーがだから追い抜いちゃったんで。うん。すごかったね。すごかった。あれすごかった。すごかったですけど、まあそれはでも福岡フィルターもあるじゃないですか。そうだ。キュンがいけるか。なんかあれが一発目の俺はなんかちゃんとしたライブイベントだなっていう。まあ緊張したのってやっぱ覚えてるよね、やっぱ。そう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 。そしたらない。あとはね、撮影系やっぱり胸毛かな。それが言っちゃうね。撮影系はもうないという。海外とか行きましたよ。あるある。いや、それこそもうマカオですね。ニューヨークではない。あ、ニューヨークではない。世界一の方が飛んでるから。あー、ノリさん頑張って。そう、それこそノリさん頑張ってそのバレンティンあれはね、やっぱ自分のなんか一つ殻が破れた瞬間になる。だってあんなもんスーツで飛んだの多分俺一人だ。確かに。これちょっと ST リスナーの方々にちょっと一言。まあ約2年半この YouTube 活動をやってきまして、 YouTuber というのは正直俺は自分自身でいろいろできる人だとは自分で思ってなくて、結構 YouTube っていうのは中途半端な才能でもそう輝きが増せるという場所なんじゃないかなと思ってて、まあ、こんな俺をなんかみんな、面白いとかかっこいいとか、言ってくれて本当に、心から嬉しかったです。でやっぱりみんなが見てくれたおかげでこうやって ST がでかくなって、でそれはもうこの先僕があの ST をまあ卒業することになっても、このね絆っていうのが変わんないし、これからも僕は ST リスナーの、方が大好きなので、2年半っていう、短い期間ではありましたが、ノリっていう存在を大きくさせてくれたのは皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。滑ってる。先にリスナーなんだっていうところで、多分先なんか俺らなのかなとかみんな思ったから。ああ本当に。先にリスナーのみんなに言ったから。ああ、もう温度感が多分すれ違いを起こした。ああそういうことだ。あとはそれはもう ST メンバーの方々。ありがとうね。やべ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 。今までありがとう。戦争起こる、戦争が。おお。おお。出た。合ってるよ。面白かったよ。いやでも本当に、まあ、まず誘ってくれたのは正義やし、中学の時ね仲良くて、この仲良い期間も
意外とないのに、ね、そうなんだよね。そう1年2年1年ちょっとぐらいで俺が埼玉からあの岡山に行ってしまうということで、あの仲良かったんですけど、まあ、離れ離れになって、でもその時にはすごい楽しくて、でこいつも面白いなって思ってもらったから俺はこの YouTube にあの誘われました。電話が来た時めちゃめちゃ嬉しくて、あっこれ俺 YouTuber になるんやと思ってちょっと不安と期待がありながら行ったら、もう今となってはこんなでかい箱でライブもできるようになったし、 Twitter のフォロワーとかもめちゃめちゃ増えて本当に感謝しています。ありがとうございます。あとはですね、 ST なんだろう、なんかすごい俺はねこのバランスがいいなと思って、はい、いろんなやつがいますよ ね、 ね、性格がバラ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 なんやけど、なんか似ているっていうのがいない。そう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 、私ここが似てるから。似てねえ。似てねえよ。いやポンコツとか似てるけど性格はあんまり似てない。ああそうです。メンバーに出会えたのも縁だし、これからも仲良くしていただければ僕は嬉しいです。よろしくお願いします。ちゃんと感動する。真面目か。何だ真面目かよお前。真面目か。感動したいけどリボンが邪魔だわ。なんかもうこいつ飲み干してる。全然聞いてないし。どうしたやだよ。もう普通にちゃんとしみじみ聞いてる。なるほど。あそう。でもなんかね、本当普通に一つのなんか学校に なんか何年間もいた感じがして。まあ、昔から逆に知ってるんじゃないかっていうぐらい。確かにこの2年間で仲良くなって、だって、俺びっくりしたの。入った当初タツキとかダイキが来るの分かんなかったから、うん、そうだね。初めましての人と、うん、初めましての人と住んでたの。そうだね。友達らしいんだよ。シェアハウスすごくない？確かに。正義の友達で構成されてるんで、正義のと友達になったってことはみんなとも仲良くなれるんやろうなっていう感じが分かったね。あーなるほどね。そう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 。はい、じゃあ僕が代表推薦。なんで？なんで？作業弱いよ。まあちょっとね、お話、はい、メッセージちょっと読ませていただこうかなという、はい、ことで、まあのりさん、まあ最初歌やってて、まあそれで、まあもうちょっと YouTube やりながら、一緒にやりながら活かして、音楽やったらもっと伸びるんじゃないかなと思って。まあ、のりさん呼んだわけですけど、まあ、僕が、まあ、なんていうか新しくなる ST にも必要な人材だったので、はい、まあ、声をかけたわけなんですけれども、僕5年間 YouTube やってるわけなんですけど、自分はスキルの自信でないんですよ。面白さとかそういうところの自信って俺は実はあんま持ってなくて、何の自信があるかというと、人をまとめるのとプロデュースする能力というか、人を人気にさせるというか、多分普通に見てたら偉そうな、どちらかというと叩かれがちな見え方になるんですよ。だけどその分周りは伸びやすくなるんですよ、うん、だからそれが多分自分意識しなくてもそれでやってしまうというか、うん、もう勝手にものそう進んでいっちまうんですよ、うん、まあ、だからそういうの含めてなんかさ、ノリの歌800とかで止まっちゃいましたけど、まあ、そこまでノリ歌やろう、やりたいっていうかやろうって言ってそこまで持っていけたっていう、なんか自分のそういう能力っていうのはその 2年ちょっとでだいぶ自信に変わりました。でまあもちろん、まあ、皆さん心配、まあ、心配というか、まあ、悲しいのは当たり前ですし、まあ、僕らはもうこんな笑ってますけど、こんなノリで決めた話ではないので、ちゃんと話し合って、結局は人の人生なので、そこを僕がどうこうする権限はないなということで、まあ普通に考えて、まあ、プラスその人がやりたいことがあって夢を追いたいならば、まあ、夢に一番熱い ST スタジオはこのノリの夢を応援しなくてはならないという判断をいたしたという形でございます、はい、これからも ST でやってきた2年半っていうのと、まあ、このメンバーでの思い出とか忘れずに、ずっとね固い絆で永遠にねおっさんになるまでいい関係で楽しく過ごしていけたらなと思います。はい、以上です。以上。いや素晴らしい。本当にそれが全てですね。歌が好きだったから、そういうことです。ノリは本当に本当やめてこのいじりで誰か歌が好きだから上手いんだねとか言う、そういう感じなの。いやいやいや、でも歌好きなんでしょ。めちゃめちゃ好きよ。歌上手いでしょ。上手いでしょ。自信あります。なんでかって言ったら歌が大好きだよ。なんかお前が言うとすげえ浅いの。はい、ということで、まあ先ほどいろいろ話しましたけど、これからもたまには ST スタジオとして一緒に歌あげてもらったり、たまには作ってもらいたいので、皆さんももちろん寂しいと思いますので、まあ、そういうのはたまに作りながら、そしてイベントは一緒にやりながら、たまに動画撮りながらみたいな
感じで、まあ、のりさんの歌を応援しながら、はい、のりは俺らの活動を応援しながらって感じで、これからも本当にね、別々の道ではありますけど、頂点目指してやっていきましょう。はい、ほーい、はい、お知らせが結構大量にありまして、おーい、あ、強兵もやめる、うん、いや、やめやぜ、やったー、やったー、やったー、強兵に関しては3秒で決まりました。いや、私何もしない、このノリで決まりました。すみません。で、ノリと歌一緒に歌いますと。あー、いやいやいや、ということで、まあ一つ目なんですけど、プレゼント企画もやってるんですけど、知らなかったんですけど、あの9月18日から、まあなんとメッセージ機能が終了するらしい。え、ガビー、今日からということね。そうですね、上げる日を考えたら、まあ、今日。え、そうなの。やばいやばい、終わってしまうので急遽ではあるんですけれども、まあまあ2日しか経ってない。僕のツイッターフォローしておいて、当選者の方に僕から DM を送る。おー、なるほど、はい、そちらの形にさせていただきます。あー、はい、いいね。まあ、皆さんの、みんなの条件的には変わんないです。そうだね、まあ、そう、まあ、最初からそれ入ってるんで、まあ、だからメッセージ機能をオンにしなくても良くなったっていう、あ、美味しい話。手間が省けた、はい、手間が省けただけの話ではない。あ、ツイッターはオンにしないとダメですかね。あ、でも大体普通の人をオンにしてるんで。あ、できてんの、あれって。俺フォローし合わないと。あ、できる、できる、勝手に開放ができる。まあ、開放してない方は開放しておいてください。はい、はい、2つ目ですね。のりさんはちょっとね、まだびっくりする人かもしれないんですけれども、はいはい、STBC という、あー、そう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 、野球のもうチームを作りました。うわ、ぶっ倒して、ぶっ倒して。絶対無理、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 絶対無理。ゴリゴリでやっていくので、うわ、そちらのオーディションが本日から開催ということで、うわ、おお、概要欄の URL がね、もうオーディション応募できますので、しっかりと読んで、このスーパースター大輝さんと、キャッキャッキャッ、スーパーインキャリボンさんとね、おー、野球したい方、スーパー悪口やん、ね、スーパーオーナー正義さんとね。そしてこの ST メンバーもいますから、ね、いますから、スーパースターも野球好きなんで、たまーに来ますから、おー、はい、まあ、ST 一緒にやりたいみたいな、はい、人ぜひガンガン応援して、いい、応募してください。来い来い、お願いします。3つ目、これ最後になります。おー、バーイベント決定、イエーイ、イエーイ、うーげー、ちょっぱい、イエーイ、皆さん大好きなツアーチームずっとちょっとバーやって、あーっていうのこのリーダーなら何でも決めれると思って、すごい俺に来てて、何でもあるよ。バーはいろんな大人が絡んでるんですけど、まあ、ちゃんとお願いしまして、はいはい、10月5日、6日、7日、3日間また限定でバーへ開催します。概要欄から見てください。はい、はい、はい、ということで、のりさんはどこで来るかわかりません。全部いるかもしれない。全部いないかもしれない。わからない、ここからはもうのりさんのね、多忙差し出しになってしまう。ということで、まあ皆さん、そちら概要欄の方チェックよろしくお願いします。よろしくお願いします。忘れてたんですけど、4つ目がありました。ツアーで発表しました夢のまた夢回というね、で、俺が作った曲をノリがリメイクしたという、はいはいはい、うん、まあ結構熱い作品が卒業作品ですよね。卒業記念作品近日アップされますので、こちらもお楽しみにしてください。お願いします。ということでですね、はい、まあ、のりさんが、まあ、辞めてしまうわけ、まあ、卒業するわけですけれど、なんだ今の、ちょっとゲロメロスがでかけすぎる。大丈夫、のりさんいなくなってしまうと、そこでやっぱり石田さん寂しいわけですよ、うん、もうこれは拭えないわけです。僕たちはちょっと寂しいわけですから、はい、ですけど、そこを補うためにさっきこう発表した、まあ、バーとかもやりますし、はい、まあ、STBC と野球オーディションで、まあ、新たなね、弟分みたいなやつらも増えていくということで、まあ、より一層ですよ、もっとも楽しませていこうかなっていうのはもちろんありまして、歌に関してなんですけども、まあ、ノリはまあソロで歌やるということで、まあ、ここから ST としてまあ作ってもらうこともありますけれども、基本はノリ一人やっていきますので、じゃあ僕らの歌はどうなるかっていう話になるわけじゃないですか。そうだ、大輝さんとかとも話しまして、僕ら歌はちゃんとやっていきます。おやるっていうのか、それともこれの ST プラス誰かもう一人オーディションかなんかでアーティストの方をつける説も今のところ出てる。なぜかっていうと、やっぱノリのね、その影響で、まあ、ノリのその夢に対する思いっていうので、まあ、始めたきっかけはそうだったんだけど、あの普通にライブやることによっていろんな人の感動したとかいうメッセージが来たわけじゃないですか。はい、いっぱい来ましたね、本当実際来たわけ、うん、
まあ、それでなんか普通になんか歌好きだったけど、シンプルに歌の素晴らしさっていうのを俺はもう勉強学べてっていうのは俺のもう一生の夢の土台であるさ、人の気持ちを動かしたいとか楽しませたいっていうのをもう直結するので、そういうのを俺はちゃんとやっていきたいなっていうふうに思って続けていきますので、なるほど、そのね、そこをきっかけくれたことに関してはノリさんのおかげです。いやいやいや、こちらこそありがとうございました。まあオーディションを含め、バー含め、まあ歌の活動も含め、はい、これからもより一層大きくして大きなチームとなって、僕たちは見てる皆さんを楽しませていきますので、皆さん本当にノリ含めて応援よろしくお願いします。お願いします。さあ、はい、なんかあればということで、本当に2年半という短い期間ではありましたが、ST スタジオのノリとして、いろんな笑いとか、感動を与えられたかなと思います。皆さんこれからは、ST スタジオのノリではなくなるかもしれませんが、なくなるんだかもしれない、ST スタジオのノリではなくなるんですが、これからも、僕たちはね、どんどん仲良く、はい、やっていきますし、これからも ST リスナーを僕は大事にしていきたいと思ってますんで、これからも応援よろしくお願いします。お願いします。アバユー いけるこれ大丈夫バイビーにしときます。バイビー、バイビー、まあそうです、ノリさんからバイビー言っててください。オッケー、それではありがとうございました。え